さあゼシカ戦ですね。勝てるのかこれは。ドルマゲスよりは弱いことはないよな。だってドルマゲス後のボスだもんな。とにかく様子見のチーム呼びといこうか。行けハイパーポンデ、ついでにチェルス、お前も行け。チェルス、チェルス、もうあいつは人以下だからな。もうあいつは人の道には戻ってこれんかな。通常攻撃バヒャード、魔法カンタだな。魔法カンタしよう。ククール魔法カンタ、はい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 。スクルトもしといた方がいいかもな。スクルトの前にまず魔法カンタ打つか。ラリフォーマー、わー寝ちゃった。起きてーバカー。ああ。もう帰っちゃうよね。ああ。残念。ってことは、けど先スクルト打つべきかな。迷うぞ、これは。呪文耐性は結構高いような気がするけど、打ってみるか。一回、ゴンを打ってみよう。ゴン。あ、しまった！命令！やばい！うわ！ゴン！約50。ラリフォーマー寝ないでね。頼むから。おーし、ナイス。よく耐えた。うん、燃えろ。通常攻撃にしようか。うん、あ、作戦。命令。攻撃の前に回復して、魔法カンター、ああ、ちょっと待って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 。弾かれる。素早さがあれしてたら弾かれる可能性があるから。攻撃、魔法カンタ、攻撃でいいか。攻撃しかないな。攻撃。70。マヒャード。うわー、遅かったー。ピオリム貼れるのがゼシカだからなー。とりあえず次ベホマラ打つか。耐えれるかな。攻撃貯める、いや貯めるはできんか。ラリフォーマーしてくるもんな。スクルトじゃなくてベホマラで攻撃。これ魔法カンタで弾かえ、弾くよね。よし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 。眠らない。空間を切り裂いた。何、まずい。まあ、とりあえず、エテは全体攻撃を打っていこう。攻撃。で、回復 OK。ベホマラーじゃなくて、スクルトの攻撃をゼシカ。うん、よし。固めていこう。冷たい息。あ、冷たい息ぐらいだったら別に、ほっといてもいいな。弱え！超弱えじゃん、こいつら。雑魚じゃん。いけるね。いけるね。余裕、ドルマゲスより全然弱いわ。攻撃。で、もう一回スクルト。んで、攻撃。よし。いけるいける。大したことないっす。ほっといてもいいわ、こいつらは。光るわ。何匹出すの。チリツモ、チリツモかよ、チリツモ。攻撃、呪文、ベホーマを得て。マラウッドか。そうだね、マラウッドこう。で、攻撃。失礼。
これで半分。わー、多いな多いな。ブーメランでよかった。マヘアド弾き返す。これ全体に弾き返せれたらいいのにね。あーやばいか。あーやばいやばい。攻撃、ベホマラ、いやベホマにしよう。ベホマ攻撃。あーやめてくれー、ちょっと待って、死ぬ。あ、防御にしとくべき。あーやめろ。おい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 、あー見えるバカの草。やばい、やばくなってきた。とりあえずザオラルしなきゃいけないよな。とりあえずザオラルするよな。全体技ないんだもんなこいつ。シャドウ一匹潰しとく。とりあえずシャドウ一匹潰しとこう。うん。オッケー、ナイス。よくやった。カンタが解けまして。ジェシカ誰に攻撃してくる？いやー、痛いなー。素早さが安定しないから厳しいね。攻撃、ベホマラ攻撃、ゼシカ、オッケー。うん、先手打てりゃね、安定なんだけどね、先手打てない時があるからな。また切り裂いたもん。眠るなよ。オッケー、オッケー、オッケー。できれば魔法カンタ貼っておきたい。ククールがね、寝られたら困るからな。攻撃、カンタ、攻撃、J、いや、一番最後。やっぱ潰しとかないと。危ない、こいつら。うわ、メラゾーマ誰に？ククル、ククル、うーるる、106、死ぬー。はあ、なんてこと。いやー、2分の1の確率なんだ。今知ったわ。頼む。結構賭けだな、それって。とりあえず、シャドウ。頼む、生きて。よっしゃ、よくやった。ナイス、ナイスだ。メラゾーマ、ククールに来い。ああ、これ、ヤンガスだよな。方向的にヤンガスだよな。まあけど、ヤンガスは耐えれるな、全然。うん。問題ない問題ない。ヤンガスに固めて来い。次先手でベホマラ打てないと結構厳しいよ。先手マラ攻撃、マラ攻撃、オッケー、ナイス。で攻撃をククール、オッケーオッケー。散らしてこい、散らしてこい。うん。おい。もう一回マラ打つべきだよね。マラアウト。攻撃、マラ、来い。オッケー。あー、やばいな。守備力戻っちゃった。寝た。起きて、起きろ、起きろ。
起きろバカ。どうする、キアリクかけてあげた方がいいかな。あ、オッケー、ナイスナイス。よしよし。素晴らしい。攻撃。マラ、攻撃。ちょっと回復が追っつかないから、作ると貼るタイミングがないな。もう一回手に来たら、ベホマ撃って、ベホマ撃ってからのスクルト。が、ベストか。で、来い。メラゾーマ、ヤンガース。ラリホーマ。寝た。ヤンガス寝すぎな。で、スクルトで守備を固めます。どうする？ヤンガスほっとくか？ほっときゃ起きるか？まあ、ホトーンなんか絶対効かんもんな。打っとこう。眠っている。知ってる。メラゾーマ、ククルに来い。もうなんで？せっかく魔法カンタしてんの。じゃあ吸収しろ吸収。三。魔法カンタ溶けちゃった。こういうタイミングで絶対メラゾーマ撃ってくるからなこいつ。あ、間違えた。魔法カンタすればよかった。間違えた。やばい。回復もしてない。レギュラーゴン。ベホマラウト。もう、ヤンガスはもうほっとくも。キアリクヤンガスのためだけに撃つのもなんか尺なしな。ほい。攻撃。ベーホーマーをヤンガスに敷いて攻撃。あと何歩ぐらいだ？ MP 持つよね。大丈夫だよね。おっしゃ、ナイス回心。攻撃、呪文、スクルト。で、攻撃。いや、ドルマゲスより弱いって言ったけど、やっぱ強いわ。普通に強いわ。オッケー！よし。レベルアップ、33。7ポイント。はい。では、カメラつけます。7ポイントだから、ブーメランかな？うん。ブーメランでお願いします。いきます！はい！3番。最強。はい。グレートシューター。バーニングバード。かっこいい。ヤンガス。8ポイント。ヤンガスも間違いなく、ヤンガスも3番でお願いします。3番で。頼むよ。頼むよ、3番。3番頼むよ。はい！マジもう不正を疑われそうだわ、もう。不正を。不正疑われそうで怖い。あ、何も覚えないか。まあ、けど、カンストに近づいてるからいいね。マジ釜引くな。いいな。
あとは鎌さえ手に入ればヤンガスの時代が来るな。信じられない、そのこの杖の力を超える人間がいただなんて。許さないわ、絶対に許さない。見せてあげるわ、4人の賢者の魂を得たこの杖の本当の威力を。燃え尽きるといいわ、この町とともに、お前たちの命も。えい、邪魔じゃ、どけどけどけ。間に合ったわ、早く結界はよ。ブハハハ、どうやら間一髪だったようじゃな。結界がようやく完成したわい。このわしの命を狙う不届き者めがわしの超強力な大魔の結界を喰らい、どうよ。お前の命じゃないんだけどね、狙ってんのは。まあ、結果としてチェルスを救うことになるからいいのか。うん、あ。あ。鉄壁のスカートだな。ドアハハハ。こいつは相当効いたようじゃな。で、よくぞわしが結果を完成させるまでの間持ちこたえたな。褒美としてお前に名誉な仕事を与えてやろう。あの女にとどめを刺してくるのじゃ。なんだこいつ、お前のとどめ刺すぞ。どういうことじゃ、一応聞いてやるゆえ話してみよう。うん、そうか、ちゃんと話してなかったもんね。ほほう、つまりあの女はもともとお前たちの仲間というわけか。そしてそのドルマゲスとかいうのを倒したことにより何らかの呪いをかけられてしまったと。うん、釈然としない話じゃが、まあいいじゃろう。あの女の命はお前さんに預けてやろう。お前が必死でわしの命を守ろうとしたのは事実じゃしな。その褒美と思うがよい。だがその代わり、今回の警備の給金はなしじゃと。わははは。はあ。む、そういえば、わしの可愛いレオパルドちゃんはどこへ行った？いないではないか。さては今の騒ぎで恐ろしくなってどこかへ逃げてしまったのか。チルスよ、今すぐレオパルドちゃんを探して連れ戻してまいれ。はい。エテたちは意識を失ったゼシカを宿屋へと運んだ。キャッキャウフフだね。意識を失ったゼシカはもうキャッキャウフフだ。それは時折うなされるものの、なかなか目を覚ます気配はなかった。俺はヒーバー様からこんな話を聞いたことがある。西の地から嫁いできたヒーバー様の、そのまたヒーバー様は、巧妙な賢者だったそうだ。何賢者って。実を言うと俺もよくわからないんだけど。ただその方は女性でありながら、剣術、魔術とも知り尽くしていて、大変な能力の持ち主だったらしい。ふん、それじゃあさ。きっとサーベルト兄さんはその人の力を受け継いでるのね。だから剣も魔法も両方得意じゃない。そう都合よくいけばよかったんだが、残念ながらそうはいかなかったらしい。剣術こそ磨けばまだ向上する余地があるのかもしれないが、俺の魔法など、誠に能力のある、ものからすれば子供騙しだ。そうかな、どっちもうまくできない私から見れば兄さんの魔法すごいと思うんだけど。いや、だから俺はこう思ってるんだ。ご先祖様の魔法の力は俺ではなくゼシカお前に受け継がれたんではないかとな。きっとお前には自分でも気づかない能力が眠っていて、いつかその力が目覚める日が来るだろう。俺は結構本気でその日が来るのを楽しみにしてるんだぜ。サーベルトリーさん、サーベルトリーさん。まあけど、もうがっちり目覚めちゃってるよね、その魔法の力は。